おごってもらえるーメメンブクトショッピーお世話様の3級ベッド結果はこです、うん。本日は三ベッド、6951円のプラスでしたということで、6900円ですね。今回は1万円いってないですね。はい。ここはポイントですね。なぜ、わしずは1万円いってないんでしょうかおや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  でもこれね、僕の勝手な見解をさせていただくと、まあ、あの、いなんだその、無理に狙いに行かないまあ、これが大事で、勝ち続ける上で大事なことかなと思います。お風呂が沸けました。お風,したお風呂入ります。 あの、重要なのが、まあ、目標値があったとしても、無理しないっていうことがやっぱ大事かなと思いますね。一応対談動画で1万円ぐらいやりましょうかっていう話はしてたんですけど、今回1万円いってないじゃないですか。で、多分じゃあそれを絶対1万円いかないといけないっていうところで、無理にベットしていたら、負ける可能性あるので、だからその、やっぱルールに徹してるなっていうところがすごいなと思いますね。 で、まあ、ここは朝から晩まで台風対応で夜ご飯を会社で弁当食べてるときにベッドして、また仕事してましたということで。まあまあまあ、仕事忙しい中、ね、台風もう、鹿児島の方は過ぎ去りましたけど、まあね、結構、停電結構ありましたからね、こっち。うーん。そう。で、なんか木も結構ぶっ倒れてましたね。うーん。 だから無理しないっていうのはね、ほんと勝つ上で大事かなと思いますね。うん、なん。これぐらい出さないと絶対ダメだってなっちゃうと、絶対無理するので。うん。だからブックメーカーこれからやっていきたいっていう、まあ FX とか投資系も全部そうなんですけど、あの、角の目標値は、あ、設定しない方がいいですね。うん。要は、 その目標を達成することが目的ではなく、負けないことが大事だと思うんですよ。だ今日の、だ今月いくら出すとかね、今日いくら出すというよりかは、ずっとその市場に残る、生きつ続けるためには負けないっていうことがやっぱ大原則だと思いますんで、うん、その無理な、無理というかその目標値に行かなかったとしても、あのチャンスがない。 もしくは自分の状況において臨機応変に対応していくと。だからそのパチ屋とか行った時に今日これぐらい勝つぞって言って例えば1万円だけ勝ったと2万円ぐらい勝ってたとして目標値が5万だとしてあと3万足りねえなっつってじゃあと3万取りに行って2万失う可能性あるのでいやだったら引き際2万で抑えてたらいいかなと。だこれが開示のあれですよね。 まあ、カイジちょっと知らない人はあれかもしれないですけど、トネガワと勝った時ですよね。トネガワと E カードを勝った時、き、兵藤会長に、ま、挑むわけなんですけど、だからそのカイジが、マックス地点が、やっぱ、トネガワの勝利で終わっとけばよかったんだけど、兵藤会長にこう、挑んでしまったと。うん。みたいな感じですかね。だから引き際っていうのはね、かなり大事ですね。 これ結構大事だと思います。引き際っていう。うん。そう。まあ、ちょっと開示見てください。あの、ひょう、あ、兵道会長と勝負しなかったら多分2000万ぐらいだったような気がする。2000万だったかな。あの、現金手に入れてるんで <laughs>。で、その2000万かけて、で、兵道会長が足りねえと。8000万かけろ、みたいな。指、8000万なんかねえ、みたいなね。じゃ、指をかけろ、みたいなね。で、結局それに負けて指を開示は落とすんですけど。 うん、はい終わります。